さないで。飛行機が到着するぞ。セルから奪ったヘリ6機だけだがな、それに時間もない。いいか、現状打開の作戦は全て失敗した。だから変なことは、米国戦略軍によるマンハッタンへの戦術核攻撃を許可した。10分後に作戦開始。早く済ませるんだぞ。スコーピオン1、接近中。こちらスコーピオン3、光源へ接近中。わお、見てみろよ。信じられん。槍が見えるか。そいつがきっと構造の芯になっている。できるだけ近づいてくれ。アルカトラス、オーシュレギュレーターの中心まで行け。入り込めたらあとはスースがやってくれるはずだ。これで本当にうまくいく。核を生き残れるか、かけるのか、これしか方法はない。あんなもの突っ込んでいくわけないよ。地面が不安定だから着陸も無理だ。てるよ。諦めるか。これ以上は近づけないぞ。よし、飛行機を彼を下ろして、アルカトラスできるだけついていくわ。幸運を祈る。気をつけろよ。アルカトラス、こっちは相変わらずだ。スーツフィードは作動中だからできるだけサポートする。でもどこもいろいろと目的して、とりあえず槍のてっぺんを引っ張る。俺が見守ってるのを忘れるなよ。おお、この氷山の崩壊みたいなやつを見ろよ。アルカトラス、この岩盤はみんな石の船から剥がれ落ちてるんだ。不安定な状態だ。いつ崩壊してもおかしくないよ。崩さないように注意するんだ。そこだ、言った通りだ。彼は知ってるはずよ。
に行くはずだ。クローク発動。先日オプション使用稼働。ソルジャーじゃいるぞ。アルカトラスよく聞いて、バークレーの派遣部隊が昨日公園に侵入したわ。撃退されている。シングルドーテンのフランスの方にもあるダイヤルに立つと手に入る武器が何でも利用しない。クローク発動。